シャッスーの中です。今回はこちらのスタンドオフ、おーこれは素晴らしい、あこれだスタンドオフっぽい、いやー懐かしいマップ来ましたね。なんか画角がさこう広くなってるからさ、あの見た感じだとすごいなんだろう、なんかあの見やすくなってていいね。昔のさなんだろう、まああの視野角70ぐらいにするとマジでその当時になるかもしれないけど、今じゃちょっとねあの画角じゃちょっとあの厳しいかなという感じでね、今の最新のゲームっぽい画角でやってますけど、よっしゃーゲットだぜ。あ出たでーん、クイズです。本当にクイズが出題されました音がマジそれなんだよな、これは本当に。なんでこのクイズみたいな音になるんだろう。おー危な、危なかった、よし。いやーいいね、このマップはね BO2 の時にサーチが面白かったんだわって選んだんですけどね。みんなどっちから来るかな、さっきここから来たから、あー来るなこれ。っていうか普通にエルストとかも落としまくってドミネーションでも楽しかったんだけど、いやーいいマップも帰ってきましたね、本当に帰ってきたで本当にねまああのまた出た、あのねあれですよ、ここのマップ、あれうわやば、え、な何あの像、え待って、あの像って AK 持ってなかったっけ、あらあれなんだっけ、あの像ってちょっとなんか違いませんか、あんなんだったっけ、なんかあの変なのついてたの、ちょんまげついてたんで打ったら消えちゃったけど、何だったんだろうな、ちょんまげがちょんまげ何だったんだろうマジ、あれ謎のちょんまげがいた、なんだ何だったんだ何なんだチョコボール、こんな、まあでもえこんなんだったっけ、絶対違うでしょここ、いや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 、いた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 、えなんか武器持ってなかったっけ、気のせいかな、なんか銅像じゃなかった気がする、しかもなんかもうちょっとなんかこのなんだろう茶色っぽさがなかった気がするのは自分だけかな、結構間違い探してるとこんなウォーターサーバーってこんなんあった、当時に。じゃあじゃあトルタン、ちょっとこれ無理がない、なんかどういうこと、危ない、いい助けて、えこんな当時ウォーターサーバーあったもうこのパソコンはわかる、フロッピーのやつわかるけど、なんでこんなウォーターサーバーあるんだ、 これは当時の再現しているのか、なんだこれ、あれなんか新しい武器拾えるかなと思ったけど拾えなかった、あれぶっ壊れらしいですねなんだろうな、バースト系の武器本当になんだろうな、出すときコールオブデューティーのなんかトレイアークは下手くそだねって相変わらず思いましたけど、あ二段ベッド懐かしい、おい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 、なんだこれ、おーマジかよ、なんか待ち構えてたわ、さすが COD、 いやーなかなか、うん上にいるね、うわ撃たれた、うん、あ待ってトラクター違くねこれ、あか違う、あこんなな、こんなとこ乗れなかったもんね、あ全然変わった、トラクターそもそも乗れなかったし、トラクターこうやってるとほら、あ待って頭一個出しでここをトラクターでこうやって見ることができなくなってちょっと変わってんな、あ意外となんか戦車のスケールこんなんだったっけなんか懐かしいからいろいろとさ、なんかあのあここ違くねっていうところがなんか直感的にだけどね、なんかねここかなーって思うところがいくつかありますねこれね、オッケー、あー逃げろー、なんか撃たれてる、頼むぞ味方、意外とね意外と変わってるな、なんか案外なんかこう変わってないのかなと思ったんだけど、このバンの位置もまあ変わってないよね、でここも懐かしい、懐かしい、非常に懐かしいですね、ここのね中に入ってこうやって伏せて B 取ってたわけですよこれがね一回爆発するとここのね B 旗のやつわからないんですよね、スモーク焚いて、でもなんかあんまスモーク焚かないからな、みんな最近の COD 事情はスモークあまり焚かないっていうね、そういう感じになってきましたかね、これってクラスでさキルスト変えられなかったっけ、あ変えられないか、クラスは変えられるけどキルスト変えられないんだっけ、いやキルストちょっと変えたかったんだけどな、セントリーガン試したかったわ、ここのさここの看板の屋根の下ぐらいに置いたらあのほぼ全域射程圏内になって強いあのあれができるっていうね、そういうあれがありましたけれども、懐かしいな、ほらほらそこにいるんだろ、あれなんかすっげえ、あーやべ
やべやべ。え、なんかやられてね。あーやべえ、うわあ、くそー、このナイフに負けた CQC だ。スネークも言ってたわ、本当に至近距離だったらナイフの方が強えって。まさにその通り、ゲームでも実証されたわ。あー来るか。いやー、また CQC された。なんでそんなに俺もう後ろ取られ放題なんだこれ。面白すぎるわ、久々のこのスタンドオフが。あー懐かしい、ここちょっと行こう。多分ここさ、また私はあなたの後ろ取りますよ。あー待て、あー CQC だ。お前待て、お前はちょっと CQC やりたい。うわー、やべ、おれ、え、やばすぎだろもうマジで。いや裏取りうめえかよお前、本当にCQC め、許さねえ CQC やつ。あー待て、あー危ない、残念でした。ストライカーなんてもうどうなんだろう、強いのかな弱いのかな、変わった、おれ、楽しい。やっぱなんだろうな、実家に帰ったかのような安心感とは、このなんかこのゲーム本当になんかスタンドオフとさ、レイドとさ、なんだろうな、本当少数マップだけで構成されてもいいぐらい、なんかいいマップ出てんな。まあいいマップだったから、だから出たんだと思うけど、うん、いやいいな本当に、ここはやっぱりね、こんなさっさと登れたっけ。まあいろいろとね、当時の記憶を思い出しながらだけど、いいね、うん、いいよ素晴らしい。もうなんか当時のまんまでマジ出してほしいな。本気で思うよな、当時のまんまで。まあいろいろと全てを当時のままでちょっと出してほしい。なんかあの期間限定ルール BO2 とか言ってね、そういうなんかあのまあが、まあ、画角までは揃えなくていいから、なんかそういうね体力設定とかやってくれたらいいなって思うんだけど、 BO2 やったら分かるんだけど、意外とあのゲームね、あの反動ないから。また CQC だよ、強えなマジで。スネークじゃんマジ、ちょっとモブ兵士じゃん自分、なんかやたらと倒されるモブ兵士になっちゃうよ。二回りしようって。あーいる、あーランボーもいる、ランボー怒りのスタンドオフ。ランボー怒りのスタンドオフしてんな。あく、うい、来た、はいはい、かっこ姉ちゃんを、よし、いいね。いや久々に今回はスタンドオフやってまいりましたよ、どうでしたか。いや懐かしいなマジで。あ出た。これがベストプレイなのかよ。もうこっからなんかしたの。おおおお、あランボーと、あランボー負けた。ランボー怒りのスタンドオフでした。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。なんかあれでね、おい来た、いいね。あワンちゃんちょっと倒したいな、あれ、おい、あーいいね、圧倒的な火力、あ虹光った、やったー、虹光ったぜこれ。待ってこれいつまで続くんだこの、かもしれんけども、おーんおーんって感じですね。おい、あーこういうなんだろうな、音響センサー系のこのなんか特性をちゃんと知ったらスチールも取れるんで。いけるんで、こんな感じですよ。